はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいと思います。いやー、深夜3時回ったね。うん、いつの間にかこんな時間になってた。というのはね、まあ嘘ではあり、本当なんだけど、うん、今何言ってるか全然わかんなかった。ごめん。っていう感じで結構披露しております。で、今回はね、あれですね、羅生門の一番下っ側の周回編成、まあ自分のね、周回編成みたいなのを撮っていきます。で、星さん編成用のやつはね、一応作ったりとかしてるんで、それはね、星さん編成用として、動画としてやっていきたいと思いますんで、そちらをご視聴お願いいたします。まあ、フレンドはちょっと孔明か周りに使っちゃってるんだけど、そこのところは許してください。で、今回は、まあこんな感じのパーティーなんですが、まあ、マーリンと孔明とジャンヌっていう時点でね、もうなんか最強格の3人をフルで使っていこうっていう感じのパーティーです。で、まあ、ジャンヌ入れてる理由はね、まあ、クリティカルがすごいんで、っていう感じです。で、金時の、霊装、突、金時霊装4枚と、未突の、金時霊装1枚。で、牛若霊装、突、牛若霊装1枚ということで、450%。で、ジャンヌオルタのみ 750% アップになっております。で、マスター霊装は、あれだね、戦闘服、安定だね。で、注意点なんですが、まあ、自分の周回してて、ちょっと、改変してったりとかしてたんだけど、孔明が、まあ、マーリンでもどっちか持ってたら、どっちでもいいんだけど、は、後ろか6番目とかに置いといた方がいいと思います。以上、やっていきましょう。で、今回に関してはね、動画は無言じゃなく、声が入っております。わかってると思う。今喋ってる時点で声が入ってる。からまあなんとなくわかると思うんだけど、まあ理由としてはね、羅生門に関してはね、普通にただプレイ動画を上げるだけだったらちょっとね、わかりにくいっていうのが自分で思ったんで、まあ喋りながらポンポンとやっていきたいと思います。よし、戦いだ。やっていきましょう。苦手だけど全力でいこうか。さあ、すごい動画最近固まりそうなんで怖いんだよね。で、ですね、まあ1バトル目はね、一発目で倒していいんですが、まあ一発目で倒しましょう。はい。お望みのままに。エクスペアンスの、あれよ、エクがなかったから怖い。防具じゃなくて、どうか。エクスペアのあれが、コマンドがなかったから次が怖い。で、まあ1バトル目に関してはですね、まあ酔った、酔っ払いがまあ出てくるんですが、まあ倒せるんだったらまあ倒していいって感じだね。で、倒せなかったら、とか NP 貯めるっていうのもいいし、NP 貯めないっていうのもあります。自分は、あんまり貯めないかな。うん。このままもうポンポンいっちゃって、もうここのところでのんびり貯めるというか、まあ耐久しながらやっていくって感じです。で、今回に関しては、コマンドが割といい感じなんで、もうそのままパパってやっていきます。ロミオの人まずエンチャントで、バスターバフかけます。で、ここをいつだ NP アップですね。シェイクスピアの強化クエが、確かあると思うんですが、それやったら NP を、味方に 20% 付与ってやつがあるんですが、それを獲得することできます。で、もうここから簡単です。超簡単です。すべてのバフをね、かければいいんです。超簡単。超簡単じゃないけど。夢の院に片付けよ。ああ、危ねえ危ねえ。この辺り、茨城じゃないですか。で、注意点なんですが、やっぱチェインをかけたいんで、もし宝具、ジャンヌの宝具行くときはね、あれです。2枚以上カードがあるときに使うのをおすすめいたします。で、なんか、FGO 重いな。で、こうやってる理由はですね、まあ、ここのやつ、バスターチェイン出てると思うんです。100% になってるんですが、まあ、超強い。超やばいです。多分ね、余裕でね、600万は削れないんだけど、超削ります。これは憎悪によって磨かれた我が魂の、まあ、宝具1っていうのでも足りてないんだけど、まあ、宝具もっと上げれると、宝具2とか宝具5になっているといった場合、もっと軽く出るんじゃないかなと。で、まず、200万。で、バスター金額切ります。おかしい。こんな顔ぶっ込んでますね。たったこれだけでね、約、何万だ ?450 万減らしたのか。あ、470万。減らすことができるんで、まあ超絶に強いですね。で、ここまで減らしたら、ぶっちゃけ
手を倒しに行くのもいいんですが、まあ今回はね、うまいことバスターがもう一枚あるんで、もう一回殴りましょう。え、多分ね、突起しばらりさん残る程度だと思います。うん、いい感じだね。何回もやってたら分かるようになったで、こっからですね、マーリンのバフ使っ、マーリンじゃねえ、孔明のバフはまあバンバン使ってっていいんですが、あの一つだけ注意点があります。この、鬼の右手、鬼の左手あると思うんですが、もし倒す場合だった場合、茨城ちゃんにデバ、あのガンドとか打つか、まあ孔明のやつでバインドさせる、バインドというかスタンさせるのもいいんですが、まあ結論ね、こいつらはね、片方だけ倒すっていうのはダメなんだよね。あの今だった場合、右手左手茨城ちゃんっていう感じで攻撃してくると思うんですが、右手左手、どちらか失った場合、茨城ちゃんの行動は2ターンに1回となります。2ターンに1回か、2回攻撃してくるよね。痛い。まあ、今回はあのスタンうまく入って大丈夫だったんですが、こうなった時に茨城ちゃん2回攻撃プラス、鬼の左腕もしくは右手が1回攻撃して、まあ合計3回攻撃してくるんですね。ただ茨城ちゃんが2回攻撃してくる時点で事故率は本当に高くなります。で、高くならない方法としてはやっぱり体育両方とも倒して素材とかね、あの氷弾とか落ちるんで、まあ、倒すの時は一緒に倒す、もしくは茨城ちゃんの攻撃怖いからもうここでガンド打っちゃって、マーリンで多分チェーンで抜けるんじゃないかなと思うんだけど、まあ倒していくみたいな。とにかく茨城ちゃんをね、動かせない。この子動いたら本当にね、クリティカルでダダダってやられるから、ちょっといい感じね。ここ、まあ金箱落ちるんでね、いい感じですね。で、ああ、あとはもうこれ勝ちましたね。あとはチェーン打って終わりです。っていう感じの周回編成しております。まあ、バスターチェーンね、したとき、ジャンルがすごい火力だったんですけど、まあ、一回600万削ったけど、気持ち悪かったけど。600万削ったときはびっくりしたけど、まあ、大体こんな感じでやっておきます。やっておきますというか、やっております。で、まあ、注意点としてはね、自分でやってて。もし、さっきの状態でマーリンか孔明が落ちた場合、4バトル、あれはね、今、ジャガーマンがいる場所あるんだけど、ジャガーマンのところに孔明を置いておくと、あの、スターのやつが、一度しか発動してないんで、クリティカルちょっと出しにくくて、ちょっとやりにくいなっていうのがあったんで、一番後ろに置いております。で、もし、茨城ちゃんの方行って、腕を倒すつもりだったら、茨城ちゃんの動きを封じながら倒す。もしくは、両方とも一気に倒すっていう感じでやっていくのがおすすめでございます。以上ということで、妖格ありがとうございます。今回妖格めっちゃ落ちてさ、すごい嬉しいんだよね。いやー、これがね、足りなくて最近。本当にありがたい。でもまだね、行ってないんだよね。2000万だったっけ？まだまだ全然足りてないから、今日中にやりたいなって思ったんだけど、まあどうせ、今日生放送する予定だから、今日は生放送。している時に終わらせれたらいいなと思います。以上報告終わりということで、今回ここで終わりにしたいと思います。星3編成に関しては、後々に動画上げていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。眠たい。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。